足跡がついてる。捕まってないといいが。行くぞ。見ろ、牧場だ。馬がいる。エリーはそこだな。盗賊はいないな。気をつけろ。エリー。エリー。こっちだよ。なんてやつだ。エリーが好きなやつだ。
昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。あ、勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした。お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょう。トミーの方がチリに詳しいから。そんな嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あのことは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたの。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は。他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。この辺を調べろ。街を調べろ。さあ姿を現せ。よし、もう安全だ。馬のところへ戻ろう。出てこい。手伝うか。いい。
てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある？だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホームズ。エリー、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は？科学塔にある。でかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか？どうする？行こう。それじゃあお別れだ。ストダウンだ。ややこしい。実際にプレイしてみればそうでもない。Okay.